ちゃん。こんにちは。はい、先生。はい。木村好美先生。はい、木村好美と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。なんでこういう風になったかっていうと、ホームランバッター見てんだよね。はい、そうなんです。今年のキャンプからですね、西武ライオンズの山川穂高選手のメンタルの方を、ね、させていただいております。で、精神科医だよね。はい、精神科医で、あと産業医もやってて、あと今そのスポーツが大好きなのでスポーツメンタルのアドバイザーとしてさせていただいて、あとグラビアもやってんだよね。そういう時代がありました。あ、もうやめたの？はい、あのグラビアは5年生の病院実習で、さすがに水着着てる人がいきなり病院実習で回ってきたらまずいだろうと思ってそこでやめました。なるほどね、はい、まあちょっと興味がめちゃくちゃあるんだけど。まあそうだな、メンタルでだいぶ変わるよね。変わると私は思ってます。まあスランプの原因の3大要素って、はい、疲れ、技術的な崩壊、はい、あとメンタルだと思うんだよね。で、山川見てると、はい、技術的にもメンタルもやられたと思うんだよ、去年まで。どういう最初に取っかかりでアドバイスしました？私は正直技術については野球はほとんどわからないんですよ。わからないよね。なので技術については任せたと。もうそりゃそうだね。もう私は全くわからないから、うんうん、ただその今の不安とかそういうのがやっぱり技術面から来てるのか、まあ、メンタルから来てるのかって結構分かんなくなっちゃう人って多いんですよね、うん、で技術面ならば逆に多分客観的に見てこっちの方がいいよね、じゃあこっちにしようって決められるものを、成績が落ちてる時ってどうしてもどっちがいいんだろう、どっちがいいんだろうって自分でもう分かんなくなっちゃうので、うんうん、え、客観的に見なよっていうようなアドバイスをしたりとか、うん、それはやっぱ他者から言われるだけで客観的に見れたりもするので、そういうの面ではお話ししたり、あとメンタルについてはもうこれは山川さんどうこうというより一般的なんですけど、やっぱキャラクターがあるわけですよね、それぞれの、まあ、個性だよね、はい、例えばですけど、はい、山川選手とイチロー選手って絶対的に違うじゃないですか、キャラクター、個性、まあ、全然違う、ね、なのでどれだけ一流の選手って言って山川選手が一流を目指しても絶対に無理なんですよね、うん、もうそこはキャラクターも違うし、だけれども山川選手だからこそ持ってるものも絶対あるので、うん、でもこの人に憧れるってなるとやっぱり皆さん自分のキャラクターとかを差し置いて、うん、結構そっちのキャラクターになろうとしちゃうんだ、はい、うん、だから例えば一流選手だったらなんか寡黙で常にポーカーフェイスでみたいなイメージがあるから、まあ、ストイックでね、はい、うん、それをやろうとしちゃう。だけれども元気な人がそれをやろうとしたら絶対に自分に嘘つくことになるので、うん、どんどん自分の調子狂うので、で山川は寡黙になろうと思ってたの、はい、え、例えばです、例えば、あ、例えばね。でもいや、だけど最初の時は、はい、まあ、彼に何をまず最初に、ね、相談を受けました。一番最初に、でも彼が一番素晴らしいと思った、私一番最初の一言を覚えてるのは、うん、技術については自分で打てるって思ってるっていうのを、うん、堂々と言ってくれたのがすごく大きくて、それを言ってくれたからこそ、あ、この選手は絶対戻れるなと思ったんですよ。メンタルさえしっかり、はい、はい、それをすっごい覚えてるんですよね。で、何をやったかって言ったら、彼はすごく気遣えるタイプで周りが見えるので周りに引っ張られちゃうところがあるなと思ったので、そこの切り分けというか、自分のことは自分でちゃんと考えていいんだよっていうことを伝えました。でも気遣いするなっていうのはそれ性格だから意外と難しいことじゃない。難しいです。だからさ、はい、一般社会でも、ね、自分の与えられた仕事をやっときゃいいのに、はい、周りが気になっちゃって、はい、自分の仕事がなんかこう進まないっていう人もいるじゃない、はい、すごい多いです。多いよね、はい、だからそれをやるなっていうの、いや、やるなとは言わないんですけど、一般社会でそういう風になった時に結局それをして自分が疲れたらもったいないよねっていう言い方をして、自分がプラスになる、それだから自分が犠牲になる必要は全然なくて、それをやることでその周りの雰囲気が良くなって調子が良くなるためにやるんだったらいいって言ってるんですよ。その空気を読むっていうことをやりすぎて、いつの間にか自分の気持ちとか自分の疲れとかそれをちょっと置いといていろんなことをやってしまうと、自分の気持ちにも鈍感になってくるので、どんどん疲れも分かんなくなって、嬉しい楽しいも分かんなくなって、気づいたらうつ状態になってました。やっぱり多いんですよね、世の中で。なのでまずは自分の気持ちがどうかっていうことをまず気づいて、自分の気持ちを上げるために周りの雰囲気が良かったらもちろん自分も調子よくできるよねっていう意味での周りへの気遣いはどんどんしてって言ってます。
だけどそれをしすぎて自分がどんどん疲れていくってなると本末転倒になっちゃうから、それはもったいないから、自分が今どういう状況なのかっていうのを常に把握しながら、それで周りのことをやろうねっていう話を私は患者さんとかにもよくしてます。ほう、いやそれで山川は周りに気遣いをして疲れるタイプだったんでしょ。まずそれを取っ払ったよね。疲れてるというか気になっちゃって。あ、気になっちゃって、気になっちゃうって。まあ例えば打てなくてこっちの方でこそこそ話をされてると、あ、俺のこと言われてるんじゃないかとか。あ、そういうことなの？そういうことはあんま思ってなかったと思います。あ、そういうことではない、はい、それは思ってないと思います。でも山川ってもともとホームラン王だし、はい、昨年は技術的にね非常に崩してた。どう打っていいかわからない、まあ、試行錯誤しながら、で今年春のキャンプで形が出来上がり、でメンタルも揃った。やっぱメンタルが揃わないとこういう成績になってこないじゃない。だって三冠を取る勢いだもん、はい、でもさ先生、はい、信頼関係がないと先生の言うことっていうのは心に響かないよね、はい、どういうふうに信頼関係を結んでいったの？おそらく山川選手からオファーをいただいたのって実は本なんです。私の出した本を手に取ってくれたことと、うん、あと多分自分が信頼するその富士大学の時代のコーチが私もともと知り合いで、うん、そ, そこから紹介をいただいたって、やっぱり自分が信頼してた人の紹介っていうのはまずは大きかったと思います。まあまあそれはそうだよね。あとは話してる感覚でなんかノリがあった、うん、あ、ノリがあったんだこれも結構私は大事だと思うんですよね。まあそれはそうだよね、はい、やっぱり患者も医者を選ぶ権利があるからね、はい。私がよくやるんですけど、私は結構自分のことも話すので、うん、結構自己開示をするとやっぱりあっちも話してくれるので、まあ そうだね、そのテンションでどんどん喋っていきました。他に何あんなに打てるっていうのはいや、まあちょっと待って打てるよもともと、ただね、そうなんですよ。思うのは今年は凡打してもアウトになったとしてもあっち笑顔なんだよねそれなんかアドバイスしたの？多分私何ですかね、多分伝染してるのかな。私が常に怒んないんですよ。私怒るってことがなくて、うん、でなんかそういう周りでイライラするとかそういうこと言ってると、なんか私イライラすることあんまないんだけど、イライラしてる時間もったいなくないとか言ってます。おいやっていう風に山川にも伝えてるし、はい、みんなに伝えてます。もう私は新卒でも何でも、あとはまあ企業で講義させていただくとかもアンガーマネジメントとか言うんですけど、うん、そもそもなんか怒りをやっぱ収めるのに6秒待つとか、そういうのよくアンガーマネジメントで言われるけど、私それって6秒待ってる人は冷静だと思ってて、うん、まずそもそも論怒りを作らない方が絶対いいし、私は怒らない理由は怒ってる時間の自分めっちゃもったいないと思ってるんですよ、うん、だってイライラしてたら周りの雰囲気も悪くする、自分もイライラしてるから集中できない、でもその時間もしちょっとグッとこらえて機嫌がよくいたらその周りの雰囲気も良くなるし自分も心地よくできるから、その時間すごいいいじゃんと思ってて。ちょっと待って、はい、それは先生の主観なの？私もそれとも精神医学で学んだことなの？両方です。あ、両方なの？はい、心理学で言えば結局怒りってのは二次感情なんですよ、うん、その前に期待だとか不安だとかがある上でそれを表現する方法が怒りなので、うん、別に根本をどう表現するかの中にたまたま怒りを選びました、うん、だったらその他の表現で言った方がもっと人間生活スムーズにいけるよねっていうことで、その二次感情だけを変えればいいので、一次感情をどうスムーズに伝えるかっていうのを訓練していけば、それは別に怒りとして表さなくてもいいことなので、私はそれでそういう伝え方の練習とかを普段はしてます。そしたら山川もボンダーした時っていうのは笑顔でいる、あーもったいなかったなみたいな笑顔みたいな、クソ、はい、とか言うんじゃなくて、あ、クソはやっていいって言ったんですよ、ね、もったいないなニコニコみたいな。だから見ていてこっちがストレスをためないわけ、はい、うん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 、うん、去年の山川はすごくストレスがたまったの。あ、見ていてね、やっぱり見る側もストレスを感じたりだとかするわけじゃない、やっぱテレビを通しただけでも。今年の山川っていうのはストレスがないし、嬉しい。この前知ってる？ビンボール投げられたの。あ、知ってます。まあビンボール投げられたのっていうか、はい、ここ通ってってその後の球ホームランしたじゃない。去年だったら絶対なかったと思うのが、あれやっぱ感情があんま動かないんだよね多分、はい、いやカーッとしないんだよね多分。だとしたら私が携わってるかもしれないそう、はっきり言ってたもんね私が携わってるかもしれないです本当だよね。でもなんかその後
LINE しても特にそのボールについては何も言ってなかったです。だから多分本当に気になってなかったんだと思います、うん、いやバッターだったら気になるボールだよね狙われたのか抜けたのかっていうのはこう思うし、うん、こんなとこ投げるプロのピッチャーかと思うじゃない。その私よく現在に集中しろっていうのよく言ってて、うん、もうその何割何分ってありますけど1個の球に対してはもう打てるか打てないかっていう五分五分なので、うん、だからもう来た球にとにかく集中しろっていうのは話してるんですよね、うん、それが効いたのかな五分五分だって、うん、言ってます。その何割その3割打てばいいとかそういうのがあるけれどもそれ計算してても意味ないから。まあそりゃそうだからもう目の前の球に集中するしかないし目の前の球に対してはもう五分五分だからだから目の前に集中しろっていう話はまあ計算しちゃうんだよね。俺もやっぱ3割をまあたくさん打ってきて数字に追われたっていう感覚が残ってるのよ今でも。やっぱそうだ計算するもんやっぱり。いや3割がやっぱベースになってるから成績の、うん、で山川だったら例えば40本から50本が必ずホームランのベースになってきてると思うんだよね。ただホームランは減らないからいいけど、はい、打率は減るじゃない、はい、で三冠を取るって言ったらさ二冠は硬いと思うんだけど山川のあのペースだったら、うん、打率っていうのは下がっちゃうから、うん、ものすごく気にすると思うんだよね数字を。そういう時にどういうアドバイスするの。なんて言ったんだっけな私なんかそれ。あそれ言ったの。なんか私言ったんですよ。三冠王何あ狙ってる。いやいや、うん、あの彼はやっぱホームラン王を狙いたいってずっと言ってるので、まあそだね、ホームランと打点っていうのはセットだから、はい、ホームランさえ打てば打点が入るし、ね、だからそういう意味ではセットだから簡単なわけよ彼にとっても、はい、ホームランを抑え取れば打点がついてくる、はい、なんて言ったの。私が言ったのは目標なんだっけって言いました。目標なんだっけって言ったらホームラン王になるって言ったから、うん、でしょって言われました。そこだよね。例えば目標設定とか、はい、まあ、有言実行型と、はい、ね、はい、まあ、言わないタイプもいるわけで、はい、どっちの方が成功率は高いの。キャラクターによりますけど、うん、全員には言わなくていいと思いますけど、うん、プレッシャーになっちゃう人もいるので、うん、誰かには伝えといてもいいんじゃないかなと思います、うん、山川はどっちのタイプ。まあ、山川はでも周りがそう認めてるからね、お前ホームランを取れないとダメだよみたいなそんな感じのプレッシャーかけられてるわけじゃない。でもなんかもう周りに言われてるっていうよりはきっと彼の中でも自分からホームラン王になるっていうのをやっぱり表現してるのでなんか人から言われてる感はあんまないですね。今年はなんかこうあれだよね、スランプがないんだよね山川は。あ嬉しい。意外とコンスタントに打つさホームランボールも広範囲に打ててるんだよね。でも確かになんかすごいとこ打つなって。いやこの前の楽天のさアウトローのセンターバックスクリーン横に打ち込んだのはさすごいなと思ったんだけど、さすがに私もあれ見た時はすごいとこ打ったねって言いました。やっぱり先生だから患者でしょ、はい、一応ね、はい、だからやっぱこう追うの試合とかを。追います。患者というよりはやっぱりクライアントの方の興味があるのと。クライアントって言うんだ。クライアントって言ってます。患者とかそういうあれじゃないじゃないって思ってます、まあ、病気じゃないからね。はい。だし私結構普通の診察の時もあんまり目の前の患者さんって思ってないので。ああそう。だって全員ねやっぱ精神疾患になることってあるし、うん、18% なんですよ生涯の精神科の疾患率って、うん、そう思うと誰でもなる可能性あるし私が、まあ、1ヶ月後2ヶ月後何があるか分かんないわけだし、なんか患者さんって思ってないです。治すっていうよりは目の前の人が私笑顔になればいいと思ってるんですよ。でもさ精神科医って一つの暗示をかけるっていうこともない。ああどうなんだろう。俺コーチをやってた時に、はい、信頼関係を持てた選手に対して、はい、試合中にね、はい、お前こここうやったら絶対打てるからって言ってこいって俺打って帰ってきたの。それ何回もあったわけ。やっぱねこう信頼関係と暗示って大事だなって思って、はい、勇気をつけてあげる。あでも勇気をつけてあげるはやってるかもしれないです。でしょ。はい。俺も精神科医になれるなれない。なれるかなやっぱ精神科医って深いのものすごく。精神科医ってなると、まあ、国家試験がいるよね。あとはやっぱり全身あらゆるものを勉強してるので。ああそう。はい。あのそこ、まあ、例えばこういう仕草が多いなとか。
こういう、精神科医としては内科も勉強するし、整形外科も勉強するしとか、そういうので例えば話聞いててありがたいね、やっぱ整形の悩みとかもあるわけじゃないですか、整形外科の。そういう時にちょっと答えられるとか、そういうのは大きいなと思います。山川が春先怪我したよね。はい、あの時は焦ってなかった、彼は。せっかく調子がいいのにって。あんま焦ってなかったです。焦ってない。はい。え、なんで？それは先生と話したからっていうことにしましょう。そういう時の会話っていうのはどういう会話をしたの？意外とですね、実は怪我してた時の方が喋ってないんですよ。多分やること分かってたからだと思いますから。あ、私が見てても、あ、やること分かってんだなって思ってたので、そんなに入んなかったです。今年何本ぐらい行く？いや、そう、分かんないです。分かんないけど、一つだけ言えることは、まだここから良くなります。良くなる、はい、ということは60本ぐらい行くっていうことだよねって思ってます。私は信じてます、彼を。まあ、それは信頼関係がないとね、突き放したら何もならんもんね。そしたら打点をも取るし、なんか喋ってる感覚でやっぱりちょっと悩んでるなとか、全然悩んでないわけじゃないですけど、自分のこと信じられてるなとか、それをすごい感じるんですよね。だから、まあ、電話がかかってきた時、願うっていうようなことは絶対言わないよね。私ですか？あっちにネガティブなことを言われたときは、それはどの選手でも、私は別にそれを無理やりあげようとはそんなしないですね。ああ、それを受け入れてあげる、はい、ま、話を聞いてあげるということか。はい、まず受け止めますね。なんか山川選手そんなに不安とか言わないですけど、他のやっぱり選手とかで、やっぱりどうしても成績がすごい落ちてる人とかは不安だっていうことが来るわけですよね。あとは試合に出られないとか、その時に不安だって時は、それを大丈夫だよって言っても大丈夫じゃねえよって思うと思うので、あ、そっかっていうところで、まあ、どういうところが不安とか、じゃあ技術的な面はどうなのとか、そういう不安を細分化して、ちゃんと自分で言語化してもらうってことをやらないと、私がこうなんじゃないって言っても意味がないので、自分で言語化してもらって、じゃあどういう対策できるのかとか、そういうことをしっかり自分で話してもらって、あ、じゃあそれやればいいんじゃん、ちゃんと自分で分かってるじゃんっていうのになると、あ、そっかってあっちもなれるので、だいたい全部私は矢印を作るものだと思うんですよ、自分は。だから導いていくんだね。はい、道しるべなんだ。はい、なのでこういう風にやればいいよね、いいんじゃないっていうのを自分で言ってもらわないと、やっぱ私が言ったことだと納得もしてるかどうかもわからないし、あとやっぱ人に言われたことだとそんなに自分の自信につながらないし、自分で考えられないので、自分でやっぱり考えてもらう癖をつけてます。なるほどね。そうか、わかりました。まあ、先生YouTube やってんの？やってないの。まあ、先生の情報は、はい、あの概要欄の方に、はい、こう貼っとくんで、ぜひ飛んで、はい、あの見てください、はい、でこの続きはセカンドチャンネルでやっていきますので、はい、セカンドチャンネルの方に次からは飛んで見てくれるようにしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。